さんこんにちは、森有です。幻の森有のね、太ってた時、105キロ時代なのかわかんないですけど、あの特殊メイクをしている時代があったので、それをアップしたいと思います。なんかわかんないけど投稿してなかったっぽかったので、多分 3,4 年前の映像をお届けします。ということでご覧ください、どうぞ。皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、今日は久しぶりにあの普通のアートメイクをしてみたいと思います。今日はね、何になろうかなと思うんですけど、多分だいぶ前に動物メイク、ワンちゃんなんだかよくわかんないメイクしたと思うんですけど、今日はトラさんに習おうと思います。始めたいと思います。レッツスタート。肌荒れとかが気になっちゃう人は下地とかをした後にあのメイクしてください。まず使うのはこちらフェイスペイントですね。ホワイトのフェイスペイントを塗っていきます。スポンジ、左右対称にここが白く塗れたら、今度ここの口周り塗っていきます。ここら辺を塗っていきます。もうリップとかを塗った後だと結構滑らかにつくので、こんな感じで、ここの首ら辺ですね、首ら辺ももう塗りたい方はここをずっと白くね塗っていってもらえると結構本格的になるかなと思います。そしてあとここも、ってやったこの部分ですね、白を入れていきます。ハートに深い目をつけていきたいので、こんな感じかな。はい、こんな感じです。このブラウン系のアイシャドウを使って、この肌の際をですね、ここら辺まで埋めていきたいと思います。はい、そしたらここの、ライナーを引いていきたいと思います。今描いた部分ですねを、あのブラウンのシャドウ、ブラックとブラウンのシャドウで埋めていきます。そしてここからは筆を使って花とか描いていきたいと思います。こちらを使います。この花のこの部分に合わせて描いていきます。ブラウンとかも交えて、こことここら辺ですね、交えて描いていきます。そしたらここら辺の、今これが、なんだろう、全体の毛になってるんですけど、中の内側の毛を描いていきたいと思います。白を使います。そして黒を使います。同じようにこの部分にピッピッって描いていきます。鼻毛みたいになってる。この一本、コツ的には一本描いた線からまた生やしていく感じ。さっきライナー塗ったところにまた埋めたいと思います。
そしてこの下ら辺にもう一回汁を入れていきます。トラさんのね顔を見ながらやってるんだけど、難しいねトラさんってね。いかがでしたでしょうか。やばくなかったですか。いろんな意味でね。なんかメイクも意外と私の中ではうまくできたかなと今の私は思います。よく頑張った 3,4 年前の自分。多分今の私にはできないんです。あの時のなんかアートセンスというか、なんかそれが全然今ね頭の中で思い描けない感じなんですけど、アーティスティックな脳ではないので今なんか、うん、今ただのピンク。ちょっとやっぱ太ってる時のおデブ時代、おデブモデル時代の私を皆さんに今日はお届けいたしました。はい、ということでそんな感じでハロウィンも近いのでね、まあ来月なんですけれども、ハロウィンメイクにあんな感じのメイクぜひ皆さんしてみてください。ということで皆さん、せーの、おつわりありがとうございました。またねー、バイバーイ。次の動画でこのままでお会いしましょう。バイバーイ。